はい、みママです。今日はまたまたコストコに行ってきたので、その購入品を紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタートー。はい、ということで、まあ、机の上に並べたんですけど、前回いつやったっけな、先月かな、先月か先々月ぐらいにコストコ行ってきたんですけど、またまた行ってきました。今回はね、あんまり食用品とかそんなに買ってなくって、まあ、見てもらったら分かるように日用品が結構多いんですけど、食べ物はもうちょっと冷蔵庫の方に入れてるので、それは後ほど紹介して、今ここにあるものを順番に紹介していこうと思います。どれから行こう、どれから行こうかな。まずじゃあこれ、こちらサランラップ、もう何回も買ってますね。クレラップの3本入り、まあ、これはいつも買ってる安定のサランラップで、今回レシートここにあるんですけど、もう探すの大変なので、テロップの方にお値段は書いておきます。まずこれ1点目、これは初めてコストコで買いましたね。クイックルワイパーのストロングっていうやつ、いつもドラッグストアで買うんですけど、毎回毎回買ってるものなので、このセットのものが売ってたんで、今回初めて買いました。ブラーバーがあるんですけど、ブラーバーで床拭きしてもらったりもしてるんですけど、自分でね掃除したりとかもよくするので、これはよく使う商品です。こちらジャーキーカルパス、完全におつまみですね。パパと食べようということで買いました。これは小さい袋が6袋入ったセットになってます。これ多分買うの2回目かな、初めて買ったんかな、ちょっと忘れたけど、美味しいですよねこれ。なんでこれ多分前回のコストコの購入品で紹介したんですけど、リピートして買ってきました。コンセントと USB が使える、なんていうの、めちゃめちゃ重宝してて、これほんまにおすすめ。この上に携帯置いたら、これ自体がスタンドにもなるので、これほんまにねおすすめ商品です。でこちらも買いました。コードの長さは 1.8m で、動くんですよ、このコンセントのここの部分がこうやったりこうなったり動くのと、あとこれもね USB させるんですよね。もう半年前ぐらいから17っていうね生配信のアプリでライバーとして活動してるんですけど、配信するのにあたって配信部屋っていうのをねちょっと作ってて、まあ、ここがもう配信部屋になってるんですけど、その下のあのコンセント類が結構ねたくさんバーってごちゃごちゃしてるので、それをまとめたくてね今回買ってきました。次これキュキュット、これももう何回も買ってますね。キュキュットの 1500ml 入ってる特大サイズ、これもめっちゃ重宝してる。違う容器に入れ替えて使ってます。これ初めて買いました。メイク落とし、いつもね使ってるメイク落としがあるんですけど、それちょっと切れちゃったので急遽欲しくて買いました。シンデレラタイムブースターセラム、ナノクレンジングゲルらしいです。なんかまあちょっとよく分からへんけど、松江光景で大好評らしいです。ダブル洗顔不要って書いてるんですけど、あ、そう、あのねダブル洗顔不要って書いててもなんか気持ち悪くないです。だから私は絶対にダブル洗顔するんですけど、2本セットやしちょっと使いたいと思います。でこれ焼き鳥とか、これ2つとも缶なんで、もう一気にいっちゃいます。これは焼き鳥の缶缶ちょっと焼き鳥の缶缶で合ってる。であとこれね、ツナ、これもいつも買うやつですね。2つ買いました。こっちは初めて買いますね、焼き鳥の缶。でもこれ結構なんかインスタとか見てたら、この焼き鳥の缶でいろいろなんか作れたりするのを見て、あ、いいなと思ったんで、ちょっとこれなんかいろいろ作ってみようかなと思います。でまあツナはね、これはお得で有名でしたね。あれ反対ちゃう、これ反対やね重たいんよこれが。でじゃん、もうこれね食べてるんですけど、子供たちが、安定のマスカルポーネロール。あら、クレールさん映ってるわよ、観客ですかもうこれね、もう半分ぐらいなくなったんちゃうかな。今日撮影してるのが翌日なんですけど、めちゃめちゃ食べるんですよ子供たちが。だからもうほぼ半分ぐらいしか残ってないんですけど、あれしてみようと思って、あの何やったっけ、もう最近言葉が全然出てこないんですよね、フレンチトースト、そうフレンチトースト作ってみようかなと思って作ってみます。でこれね、ゴールドのボールタイプですね。我が家はいつもこれ使ってるんで、ちょうど売ってたんで、まあ、買ったって感じなんですけど、やっぱ楽ですねボール型は。パンって入れるだけなんで、ストック用ですねこれは。でこちらワンちゃん用のチューデント、これね、この前ドラッグストアで売ってて買って、クレールにあげたらめちゃめちゃ気に入って食べとって、コストコ行ったらねたまたま売ってたんで買ってきました。
きました。あげよう。いる？お座りは？お座りして。あ、ちょっと待ってな。ちなみにこんな感じになってます。おいしいの、おいしいの、おいしい、いる？いんの、いんの。じゃあ、もしよかったらワンちゃん飼ってる方試してみてください。ちなみにこれガムなんで歯磨きですね。こちら、じゃん、パイプユニッシュ。これも定期的に買う商品ですね。3本パックになってます。もうパイプユニッシュはほんまに無敵ですよね。すごいと思う。これもストック。重たいのよ。そう、日用品ってね、もう全部重たいのよね。そしてこちら、じゃん、これ初めて買いました。トイレのルック2個本体が入ってて、プラス詰め替えが4個入ってるみたいです。詰め替えが4個入ってんの？あ、ほんまや、入ってるわ。これの奥に詰め替えが4つ入ってます。あ、そうなんや、今知った。このタイプもめっちゃ楽ですよね。便器のとこにベーってかけて、しばらく放置したらピカピカになるので、あれもおすすめ、おすすめ、うん、おすすめ。じゃん、まずこっちから。これはタンドリーチキンの粉っていうんかな買いました。もうまぶして焼くだけで簡単にタンドリーチキンができるということで、後で紹介するんですけど、今回ね、あのいつも買う桜鶏手羽中を買ってきたんですよ。だから手羽中にかけて食べたら美味しいんちゃうかなと思って。他にも蒸し料理とか魚介料理とかにもいろいろ使えるそうです。あ、チーズタンドリーチキン美味しそう。これチーズタンドリーチキン作ってみよう。なんかいろいろ使ってみたいと思います。 LED 電球。これも多分前回のコストコの購入品で紹介したんですけど、ダイニングテーブルの上で使ってる電気の電球がこれなので、これもストックで買ってきました。これも安定のシャキフレークですね。4つセットになってます。もうほんまにルーキーがシャキフレーク大好きなので秒でなくなります。はい、ということで今からちょっと食品を持っていきたいと思います。よいしょ。はい、今回食品はこれだけです。めっちゃ珍しいでしょ。買いすぎると冷凍庫に入らないという事件が起きるので、今回は控えめにこれだけ買ってきました。もうでも買うもんいつも一緒なんですけど、まずこれ焼きおにぎりね。主婦の味方。ちょっと小腹が空いた時とか、子供らがお腹空いたって言ったら、はいどうぞって言ってもうチンして出すだけの。これでもほぼ美味しいんですよね、ここの焼きおにぎり。あと、はい、エビ、ブラックタイガーね。これもいつも買いますね。これね、エビフライしたらほんま美味しいんですよ。冷凍コーナーにこれぐらいの大きさでエビ売ってるんですけど、やっぱちっちゃいんですよね。ちっちゃいし、なんか身も微妙なんで、コストコでエビ買うときはちょっと値段高いんですけど、これ買うのをほんまおすすめします。もう一匹一匹がめっちゃごつくって、プリップリなんで、これいつも買います。で、もう昨日使っちゃったんで1本ないんですけど、キュウリね。今キュウリがめちゃめちゃ高くなってるの知ってます？もうスーパーとか行っても2本入りで178円とかめっちゃ高いんですけど、コストコに行ったら5本入って178円とかそんなんやったんで買いました。もしかしたらコストコもこれから値段上がっていくかもしれないんですけど、キュウリは今のとこコストコで買うのが安いと思います。ニュースでもやってたけど野菜がね、めちゃめちゃ高くなってて嫌ですよね。あと、これ、とんかつ。めちゃめちゃ入ってる。グラムで言うと2374グラム入ってますね。これはトンテキしたりとか、とんかつで使ったりとかいろいろしたいと思います。これね、手羽中、これもすごいよ。昨日撮影したかったんですけど撮影できなかったんで、一回ね冷凍しちゃってるんで小分けができないっていう。これも安定のいつも買う桜鶏のもも肉。はい、ということで今回のコストコでの購入品は以上になります。で、今回はですね合計25点買いまして、お会計の方が 37,166 円でした。高いね。なんか今回自分の中でそんな言うほど量ないのに3万7000もいくと思って、なんかすごい高い気がするんですけど、ほんまにコストコ行ったら値段の感覚バグりますよね。今回の購入品はこんな感じです。気になる商品があればぜひ皆さんも買ってみてください。インスタ、ツイッター、TikTok、楽天ルームもやってるので、そちらのフォローもよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 See you!